まーこさんは食べ友のお時間です。今日は毎年行きたいと思いつつなかなか叶わなかったこの時期だけの限定空間、そんな今回のお昼ご飯はこちら、二条城非公開幸運亭で楽しむ早春の二の丸御膳 by 磯部さん。地図で見てみると地下鉄二条城前駅から徒歩3分、烏丸御池駅からだと歩いて20分くらいだと思います。そして二条城正門からお食事をする幸運亭までは歩いて10分ほどかかります。早速地下鉄二条城前駅から歩いてみますと、一番出口から出るとすぐ二条城のお堀が見えてまいります。目の前の信号を渡り、お城の外周を100メートルほど行くと二条城の正門東大手門が見えてまいります。この日はお天気もぐずついていて観光の方もまばらな感じです。お食事代とは別に入場券を購入します。2024年2月現在の入場料は大人1300円、中高生400円、小学生300円とのこと。早速チケットを購入して入場。二条城は一周回ると約2時間かかると書いてあります。お食事の始まりが12時、到着したのが11時頃。1時間あったら回れるやろうとなぜか高をくくり回り始めたら、本当に時間が足りなくなって、最後の1キロくらいは城内を駆け足で移動することになってしまったので、今後行かれる方はご参考になさってくださいませ。初めて入ってみた二条城は大政奉還を表明された二の丸御殿やうぐいす張り、広大な敷地と綺麗なお庭など見どころ満載でとても楽しめました。さて11時55分お食事をいただく幸運亭に到着いたしました。先客の皆様が続々と入室されています。こちらの幸運亭は通常非公開の建物でありますが、ダイアナ妃が来られた際の休憩所であったり、ラストサムライの記者会見が行われたところでもあるそうです。建物内をはじめ縁側からの眺めも撮影可能だそうで、皆様楽しそうに記念撮影をされていました。そんな幸運亭でのお食事の提供は丸山公園にある京料理磯部さん、三段重とお鍋のお献立です。早速お料理をご紹介していくと、1の段には湯葉さましあん、だし巻き卵、こぐし、エビうま煮、松風、稲荷甘酢漬け、湯葉揚げびたし、ささまき麩。2の段は炊き合わせで、小巻き湯葉、湯葉新醤、エビ芋、棒だら、梅麩加え。3の段には湯葉や堀川ごぼう、唐辛子の天ぷらが入っております。ミニ鍋には甘鯛と湯葉の豆乳鍋、そしてたけのこご飯のお膳となっております。お重を覆い型に広げると美しくとても華やかです。それではいただきます。世界遺産に登録されている加計厳禁の二条城、火が使えない環境ながらできるだけ温かく、そして温めなくても美味しいものをという工夫がお料理一つ一つになされています。湯葉専用の厨房を持たれている磯部さんなので、湯葉を使ったお料理を中心に食材とお出汁の風味を楽しめる1の段、中でも稲荷甘酢漬けが甘辛いお出汁がしっかり染みていて特に美味しかったです。そして木の実の香りをふわっと感じるたけのこご飯、シャクシャクとしたたけのこの歯ごたえに春を感じます。そしてこちらの甘鯛と湯葉の豆乳鍋、エアコンのリモコンくらいはありそうな大きな湯葉と甘鯛もゴロッと、こんにゃくゼリーくらいの大きさ、鯛の優しい甘みが豆乳の角を取りよりマイルドにしていて、ガサツな性根が立たされていくような上品なお味、お駄菓子のように溶けていく湯葉の舌触りがとても心地よくて、湯葉と鯛の豆乳鍋とっても美味しかったです。お献立の中には金時人参や堀川ごぼうなど京都ならではの食材がたくさん使われていて、特に堀川ごぼうは一般的なスーパーではなかなかお目にかかれないお野菜なので特に貴重です。通常のごぼうよりも繊維が柔らかく、火を入れるとホクホクとした食感、食感はお芋で香りはごぼうという感じ、
噛んだ時の風味がとても良くて、京都冬のお野菜、豊かな味わいです。今回一人での参加でしたが、同じくお一人参加の皆様と同じお席にしていただけたので、お料理や京都観光のことなどお話がとても楽しかったですし、お食事の前後や合間にお店の方が二条城の説明や密かな楽しみ方、隠れキャラなんかをお話ししてくださるので、二条城にまつわるトークショーランチという感じで一人でもグループでも楽しめるかなと思います。なので今回お食事の前に二条城を見て回りましたが、二条城の説明を聞いたお食事の後に回った方がより楽しめるのかなと思いました。普段見ることのできない幸運亭での特別感と、縁側越しに見える早春の景色は凛としていて、京都の真ん中であることを忘れるとても静かな風景。京都住みの私でも京都を旅先として楽しめて、とても良い気分転換になりました。1月2月はお昼に、7月8月には朝食をされるそうなので、夏にもまた来てみたいと思います。磯部さん、二条城幸運亭での二の丸御膳、とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画内でも言うてましたが、京都に住んでいるものでも旅行気分な時間が過ごせて、とても良い気分転換ができました。そして初めて入る二条城は想像以上に見どころがいっぱいで、こちらも入場料分楽しめたかなと思います。撮影させていただきありがとうございました。それではまた次のお店でお会いしましょう。バイバイ。